さっさ、はい、私1階に、いましたわ。まあこれ何かしら、さ、本当に、まあまだね、お客様おられるのね。あー、どうもお世話様でございます。あら、こちらがあれね、ほら、皆さん見てください。ほら、これがあの日川さんがいろいろやられた風船のあれね。まあ綺麗なことで、本当にメッセージも書いてあるわ。まあ皆さんね、これ直接こちら来られると喜ばれるんじゃないですか。こちらもまあ皆さんほらおられるわ、盛り上がってらっしゃるもんね。さあ、そういうことでね、まあこちら皆さんどうぞよろしくね。まあ、本当に綺麗だ。じゃあこちらちょっと、せっかくですから外も一回はね、ちょっとせっかくじゃない。さあ、どうぞ。まあ、よろしくね。はい、どうもありがとう。さあ、私のこと知ってる方ずいぶんいるわね。さあ、今回ね、ババロは私、よろしく。あんた何年くからあればいい。ああ、そう、頑張ってね。さあ、グッズ売り場こちらなんですって。皆さんほら、カモンよ。さあ、ということでね、さあさあさあ、こちらグッズ外にあるのね。カモンさん、外出たんでます。あ、そう、ちょっと外に出ましたので、私これマスクをしますが、嫌になっちゃうわね、マスクしてね。ほら、おっとけさんよ、メイさん見に来てくださったわ。本当にいい人よ、優しくてね、はい、優しい人がいいわね、やっぱりね。さあ、こちらがグッズで、あと何だっけ、名前。小林さん、グッズの担当なんです。いつもありがとうね、ありがとう。ああ、充実してますね。ああ、お世話様でございます。いろいろございますわね、皆さん。素敵じゃない、トランプやら何やら、何やらね。ここで並んで買うんですって。まあ、行列になりますから、まあ、こうやって幅を取って、皆さん。お買い求めください。やっぱ売り切れてるものもございますんですって。ババロアのものはね、おかげさまで人気がありますので。こんにちは、グッズなのよろしくね。ババロアって知ってる？知らない？ババロアって言うのよ。よろしく、頑張ります。はい、あ、ほら、渡辺直美ちゃんのポスターもあるじゃない。2番ね、ほら、ペートシモン。さあ、こちらに参りますよ。はい、一回りしたいと思いますけども、いやいや、今回ね、ちょっと外ロケは初めてかしら。まあ、この間メイさんの方は回らせていただきましたけども、まあ、あそこもね、本当にいいところでございますけど、まあ、博士さんはね、初めてでございます。皆さんどうぞよろしくね。はい、ありがとう、どうもありがとうね。さあ、時計でございますわよ。これ、皆さん、こちらに私、ババロア96歳、よろしくね。さあ、階段だってこうやって平気に私、登り降りできます。あれ、ほら、志賀さんの登りがございます。素敵じゃない、ほらほら、ほら、あなた、ほら、ちょっとこれビジョンやってるわ。いいじゃない、これ迫力のあるね。さあさあ、じゃあ暑いからちょっともっともっと踊るわ。さあ皆さん、こちらが階段、ここから登って劇場に入るのね。そして、まあよろしくね、ありがとう。はい、頑張ろう、よろしく、頑張ってくわよ、十分。ありがとう。はい、さあさあ、皆さんこちらでございますわよ。ほら、みんなほらこうしてやってますわ、厳重にね。さあさあ、皆さん、
皆さん、はい、こちらメニューでございます。はい、氷川さんがね、あのキーナさんって考えられましたこのメニューでございますけども、そのキーナカレーというものをですね、私いただきたいと思います。もう人気で予約が取れないということで、私ちょっと早めに予約して今回いただいております。ありがたいことですね。さあ、どういう味なんでございますんでしょう。まあ、あの明治座の方のね、キーナカレーはちょっとこう香辛料が効いてて辛めだったんでございますんですけども、こちらの方は、博多座の方はですね、辛さを抑えた、キーナカレーっていうことになってございます。まあ、早速いただきたいんですけど、博多さんのお野菜をお使いになられているってことで、まあ、嬉しいことじゃない？よろしいよ、ちょっと。まあ、ほら。この間、あちらの方はスクランブルエッグだったんですけど、こちら半熟卵のね、早速キーナカレーって私こうするわ。じゃあいただきますね。おいしいじゃない。おいしい。マリオ。さあ、皆様、今日今キーナカレーいただきましたが、全部いただきました。本当に美味しくて、美味しいじゃない、味がいい。まあ皆さんもね、ぜひ博多座にいらしていただいて、美味しいキーナカレーやこういうジュースやな、いろいろありますけどもね、こちらほら、こういうカフェドモカ、ミント香るモヒート、ほらね、カシスソーダ、これアルコールないわよ。でブルーソーダね、ほらアルコールないやつね、カフェドシナモン、綺麗じゃないですか。皆さん、幅広い方に楽しんでいただければ、私と同じぐらいの年の人もいいし、若い人たちも楽しんでいただければ。さあ、そしてほら、こちらのキーナカレーも本当に美味しゅうございますので、ぜひ皆さんもこちらで召し上がっていただいて、美味しいものを食べた後に、ゆっくりと今回のケイト・シモンさんのね、お芝居も見ていただきたいと思います。それでは長々と私の、ロケの番組をご覧いただきまして本当にありがとうございます。まあ、暑い日が続きますけども、どうぞお体に気をつけてお元気で行ってくださいね。頑張ってね、頑張りなさいよ。さようなら。人もに見上げた夢の